こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハルです。12月の26日の火曜日ですね。はい、今日もねちょっと朝から着物で出かける用事があるので出かけてこようと思います。なので外に出るんでね、あったかいやつにしております。合わせの長襦袢ですね。証券です。長襦袢はね多分これが一番あったかいと思うな。そして2階の部屋が寒いので1階のよいしょ1階の和室でね着替えるんですが、着付け道具をねプラスチック製のカゴ、スーパーのカゴの形してるやつを私は家の中で持ち運んで、その中に上から持ってきた着替えを入れたりとか、あと1階から片付けた洗濯物とかを持って2階に持って上がるとかっていう風に使ってるんですけど、その中に今日着る着物を入れてきましたっていう感じですね。はい、というわけで早速ね着物を着ていこうかなと思います。鏡がないのでうまく着れるかな、まあ、鏡がない時の着る練習だと思ってやっていこうかなと思います。で今日はスズロベルトで留めるんですけど、この胸紐をかける位置とか場所とかなんかかけ方ですよね。それをねちょっと気をつけようと最近思っておりまして、私が胸下だと思ってた場所は多分胸下じゃなくて、本来の胸下はもっと上なんだろうということが最近分かってきたので、ここでいいかなどこにね紐をかけるかっていうのをちょっと気をつけて最近はかけるようにしてるんですけどね。さあこれで着物の襟が落ち着きますようにという感じで、はい、こんな感じかな。よいしょ。でこの襟が崩れないうちに着物とか立ち締めとか他の布を巻いていって崩れないように抑えられたらいいな。ちなみに今日着る着物はグレーの一重の紬です。もう冬で寒いんですけどね、一重を着てます。特にこういう真綿の紬は十分一重であったかいと思う。逆に合わせにするとちょっとごつくなりすぎて着るときにね重たいなっていう風に感じてしまいがちなので、一重で意識当てはついてるんですけどみたいな感じで軽く着られた方がいいのかなって思うんですけどね。どうなんでしょう。よいしょ、この位置かな。でできるだけ鏡があってもなくても下を見ないように着るっていうの多分大事なコツなんだろうなって思う。着物着るときに下を見た状態のちょうどいい位置で固定すると、だいたいそれって下なんだよね。止めたい位置のよりも下に引きちゃうから。ただ紐類がね地面に置いてある洗濯カゴの中に入ってるから、洗濯カゴじゃないな、スーパーのカゴ的なやつの中に入っているからちょっと取りにくいっていうのがたまに傷ですね。かがまずに取れるここら辺の位置にねカゴっていうか紐を置けるといいんだけど、またちょっとこの部屋でよいしょ着替えすることも多くなるかと思うので、冬場に限らず夏場の暑い時期もこの部屋でエアコンつけて、2階は暑くなるからっていうのでこっちで着替えるみたいなこともやると思うんでね。工夫をできたらいいなというふうに思っております。よし、着物って一回腰紐締めちゃえばこれで大体の部分が安定っていうか固定されるので
紐を締めてからゆっくりもろもろ整えたらいいんだろうなって勝手に思ってます。どうかな、もうこんな感じかな。ちょっと首周り襟当てすぎたかな、首に。まあいいか。このおはしょりの部分に目厚く力手を入れてこう整える動きっていうのは私は割と好きだったりするんですけど、長襦袢が入っていませんでしたね。よし、なんかスッとこう手が入って整う感じが気持ちいいですね。個人的にそう感じます。こうしてみるとね、だいぶ髪の毛が伸びたよね。どうしようかな、ギリギリ結べるような結べないような感じで、なんかその日の髪の毛の調子によって結んだ方がなんかそれなりにまとまって見えるか、結ばない方がそれなりに見えるかが違っててね、どうしたらいいんだろうっていう、その日その時々によって髪の毛のあれを変えなきゃいけない、変えなきゃいけないっていうか、縛る日と縛らない日とあればいいんでしょうけどね、それを判断しなきゃいけないんだなっていう、そういう状況でございます。よいしょ、そういえば私帯締め持ってくるの忘れてた。今更気づくんですかって感じなんだけど、ちょっと待って、帯する前に帯締めを持ってきた方がいい気がするので、ちょっと帯締めを取りに行ってきます。はい、持ってきました。ねえ、もういちいち1階と2階を行ったり来たりするのがだいぶめんどくさいんで、やめたいんですけどね、こう着替えの途中にあれがないとかって気づくのは。今日はね、この洗濯かごの、違う、スーパーのかごの中にあの帯板もねバッチリ入れたし完璧だと思って来たんですけどね、帯締めを忘れるっていうね。はい、で今日の帯は木綿にします。こういう真綿の紬と綿の帯ってしっかり噛み合って止まってくれるからいいんだよね。冬になるとこういう
色を着たくなる気がします。私は宿毛帯は花織の木綿の帯です。非常に気に入っております。よいしょ、こんにちは。うん、悪くないんじゃないでしょうか。で、全体は白っぽいんで、帯締めは太い黒い色の黒めの色のやつにします。これはひびひもですね。藍色っていう名前で売ってたやつですね。よし、うん、オナヒモを思ってる以上に高い位置にするとちょうど溝落ちよりも上になってくれてる感があるので、今日は長襦袢が成功している気がするぞ。どうだっかね、うまく一日保持できるといいなと思うんですけど、よいしょ。紐をかけるときって一つ、まあ、どこに締めてもしんどいときはしんどいんですけど、溝落ちにかかってるかかかってないかで相当感覚しんどさというか、うっ苦しいかもっていうのが変わる気がしますね。よいしょ、とりあえずビート入れて、この帯昨日も締めてたんですけど、まあいいですって感じです。ここなんだよね、溝落ちは一番押したときに、押されたときに苦しい位置がここ今帯でちょうど隠れてるこの位置になるんですけど、それよりもやっぱり上に紐をするか下に紐をするかの二択でやるといいんだろうなっていうのは今更ながら思いますね。腰紐は溝落ちよりも下だし、胸紐は溝落ちよりも上に最終的にかかっているように、今後もね、気をつけて締めていきたいなというふうに思うんですけど、さてこの動画が公開されるのは一体いつなんでしょう。もう今週末で終わるからね、2023年終わっちゃうんで、前回の動画でも言ったけど本当に今年も1年大変お世話になりました。更新頻度を大幅に変えたりとかねして、いろいろと、よいしょ、変わった1年ではあったんですけれども、おかげさまでね、たくさんの皆さんに見ていただくことができて、でね、コメントとかも毎回たくさんの方からいただけて非常に嬉しいです。コメントのね、そう、お返事を必ず書いてはいるんですけど、その返事を書くまでの感覚がね、早い時はもう1日経たないうちにパッと、あ、今日もう返事書いたんだリハルみたいな風に思われることもあると思うし、逆に1週間ぐらい経っても返事書かないみたいなこともちょっとあって、そのね、感覚がまちまちなのが申し訳ないんですけれども、無視 してるわけではないし、無視するつもりはないので、そうですね、少なくとも一番最初にいただいたコメントに関しては必ずお返事をさせていただいております。でその下にどんどんお話が続いている時はもしかしたらちょっとどっかで返信止まっておしまいになるかもしれないんですけど、それはね、YouTube のなんていうの、コメント、新着コメントみたいなのが管理画面で見れるんですよ、自分のチャンネルのね。でその管理画面には最初のコメントしか新着のお知らせをしてくれないんですよね。その下に返信が連なってても新しい返信が来ましたみたいなお知らせが私には届かないのでっていうのはありますね。あとはまあ基本的には一回お返事は必ずさせていただいて、その後は見ましたよっていう、読ませていただきましたありがとうの気持ちでいいね的な、いいねボタンを押して終わることもあるんですけど、まあ、そういう感じでね、そうですね、やらせていただいております。
はい、コメントのね返事が早かったり遅かったりするのは申し訳ないんですけど、まあ、そういうやつなんだなリハルはと思っていただけると嬉しいです。はい、というわけで来年はねどんな1年になりますかね。 YouTube の発信活動もどれくらいねやるのかもわからないんですけど、まあ自分のペースでやっていこうかなというふうに思っておりますので、今後とも当チャンネルを見ていただけると嬉しいです。はい、というわけで今日はこの格好で行ってこようと思います。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。なんだろうな、これね。一回締め直しとくか。